皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、クラステンヌのクーロンです。囲碁人物伝ダッシュ第2回は、江戸幕府最後の、第15代征夷大将軍、徳川慶喜を紹介します。江戸時代、家元に禄を与え、お城を開催するなど、囲碁界を庇護してきた幕府ですが、幕末の混乱により、源氏元年にお城は中止され、その3年後に大政奉還により幕を閉じます。最後の将軍となった徳川慶喜は、水戸藩主徳川斉昭の七男として生まれ、御三卿の一つ、一橋家を相続。第13代将軍徳川家定の将軍軽視問題で、慶喜を推す一橋派と、紀州藩主徳川義富を推す南紀派が対立しますが、南紀派、井伊直弼の大老就任により、将軍軽視となった義富は、第14代将軍、徳川家茂となります。その一方で、一橋派は井伊により粛清され、義富も隠居謹慎が命じられるなど、いわゆる安政の大獄が始まります。安政7年、桜田門外の変により、井伊が暗殺されると、義富の謹慎は解かれ、将軍後見職として復権。上洛し、将軍の身を代として、朝廷と諸問題の交渉に当たります。慶応2年、第2次長州征伐で幕府軍が苦戦する中、将軍家茂が亡くなったため、義信が第15代征夷大将軍に就任します。しかし、義信は、薩長を中心とする倒幕派に対抗するため、慶応3年に大政を奉還。その後、鳥羽・伏見の戦いにおいて旧幕府軍が敗退すると、江戸へ引き上げ、謹慎生活を送ります。戊辰戦争の最中、新政府への恭順の姿勢を貫き、謹慎生活を続けた義信は、明治2年に謹慎が解除された後も、謹慎先の静岡で暮らし、政治に関わることなく、趣味の世界に没頭したといいます。そして、明治30年に、東京へ住まいを移すと、明治天皇に拝謁。新政府へ恭順し、戦乱を最小限に留めた功績により、公爵に叙せられ、貴族院議員などを歴任しています。明治以降、趣味の世界に没頭していた義信ですが、その内容は、写真、狩猟、土網、自転車など実に多彩で、特に囲碁は大好きだったと言われています。しかし、一般庶民のように、碁会所で囲碁を楽しむというわけにはいかず、もっぱら、華麗な相手を務めていたそうです。義信は、後援社2代目社長、中川亀三郎から、囲碁の指導を受けていたそうで、亀三郎が亡くなった後は、やはり、後援社の高崎大作が引き継いでいました。実力は、現代のアマチュアの、下段クラスと言われ、当時、政界で、トップクラスの実力があった大隈重信は、義信と対局した時、その強さ、気品、対局感にびっくりしたと語っています。義信の実力を示す棋譜は、現在のところ1枚しか発見されていません。明治38年、69歳の義信が、当時6段の高崎大作と五子局で対局したもので、指導の後、高崎が書き留めていたもののようです。義信の棋風は、超堅実で、棋譜から強さの片鱗を伺うことができますが、未熟な面も見られるのは、致し方ないこと。この対局は、事後で終わっていますが、これは、高崎がうまく調節したのかもしれません。大正2年、義信は、波乱に満ちた77歳の生涯を閉じますが、亡くなった時も、加齢と碁を打った後、具合が悪いと言って死の床についたと伝えられています。